街にあふれる黒と紺の制服、どこの生徒かは分からず、学校の校風も見えない。詰め襟学制服は明治中期軍隊に習い学習院で着用、ほとんどの学校に広まったものである。機能性がないにもかかわらず、なぜ続いているのだろうか。これは制服本来の姿への挑戦の記録である。これでペアになりますね。全国で毎年約300の高校が制服の改定を行っているのも、いかに学校にとって生徒にとって制服が大きな意味を持っているかが分かる。制服で学校を選ぶのも笑えない事実であり、愛情や誇りが持てるセンスの良い制服への改定は大きな社会問題である。創立1885年の長崎商業高校はその10年後この中川に移転、夏の制服は上下ともに白、個性的な制服は憧れの的であった。1949年女子生徒が入学式、伝統のスカートの箱ひだが誕生した。1985年総工費62億円で完成した泉町校舎、面積は9万3000平米で通常の高校の2倍、生徒数約1000名、職員数約70名である。黒色の詰襟学制服、女子は紺色のスーツという制服である。最近の卒業生ではバルセロナオリンピックに出場したバレエの大浦正文氏、漫画家でタレントの恵比寿義和氏がいる。彼も詰襟学制服の純情な生徒であった。夏の制服は人気がないところから変形が見られ、何よりも他校との区別がつきにくいものである。1985年の先生方のアンケートでは制服改定の賛成反対の差が少なく、1991年では改定賛成が増えてきている。制服に対しての先生方の考えである。また女子制服に対しては提案を合わせると、生鮮型の気持ちが制服改定動いているのが分かる。新しい制服への希望が具体的に見えてきている。全生徒のアンケートの中に本校の制服への諦めの気持ちが見えます。制服で困っていることのナンバーワンはデザインが悪い、2位は他校と間違えられるという制服としては致命的なものだ。1992年3月16日制服研修会、校風を表現し着てみたいと思える制服をスローガンに実施した。まあこういう乱暴かもしれませんけど、まあ、先生山田先生とかいろいろご要望もありましたんで、こういうご提案していました。作法ですね。スクールカラーの、まあ、エンジでブランドコンセプトという女子の冬物どうかということがあります。単に制服にとどまらず、そこには将来の長所を見つめる真剣な眼差しがあった。約400点にも上る制服類を校内に展示、生徒たちにアンケートを取った。へえ、よかった。結構そう映ってないねそれ紺っていう言葉変えたからね、もっと目立って、やっぱり長所っていうのもしかね、すぐ見てすぐ長所、あ長所って分かるやつがいいの。もう死んでんよみんな。おすすめ、おすすめ。あ怖い怖い。目立つよね。お嬢様風よね。これよか。キャメルもなかなか。なかなかいけない。なかなかね。夏服に関しては良いものがなかったので、私たちが考えてみました。先生方、私たちが作ったモデルはいかがでしたか。福岡県立八幡高校は紺のブレザーに改定した。すると入試の倍率が上がったとのことであった。100回以上の会議を行い4年間を必要とした。私立大阪桐蔭高校の園児のブレザーは甲子園でもおなじみである。ブレザーの色は今回の制服改定の目玉である紺、キャメル、園児色のブレザーを展示、全生徒にアンケートを実施した。他校のブレザーの色は次の通りである。
投票の結果、紺色255票、えんじ色250票、キャメル色343票であった。1994年2月21日職員会議にて投票、キャメル色30票、紺色24票、ブレザーはキャメル色に決定した。これからおそらく県内でいろいろと話題になると思います。上級生は自分たちが真剣に考えた制服として大切に大事に温かく見守ってください。創立110周年という節目の年を迎えます。私たち329名は昨日長崎商業高等学校の生徒として入学を許可されました。生の制服についてどう思いますか？新鮮で可愛いと思います。可愛いと思います。とっても可愛くて、いい感じ。まあまあいいかなと思います。自分には似合わないと思います。いいと思います。他の高校と違うところ、中学校の時のがちょっと変だったので、まあマシかなと思ってるし、かっこいいと思ってます。どういうところがいいですか？やっぱし他の学校と違うっていうか、色が、九州で初めてっていうところもいいと思います。ブレザーのエンブレムは商業の神蛇である。ください。平成末年末月末日って書いてますね。日にちです。つまり日にち、はい、はい、備品って何を、その3ページまで今日はある一定のルールに従って。みずみずしい感性を包む制服は社会性、美しさを学ぶ教材である。ルールの中でいかに自分を表現していくか、着こなしていくかは生徒自らのセンスにもう任せても良い時期が来ているのではないだろうか。今日は向井楽さんに来ていただいております。もう終わっているんですか？はい、よろしくお願いします。お邪魔しております。今度うちの制服が変わるんですよね。はい、これ、はい、これはいいですね。今まで女の子は43年間スーツ型の、まあ、はい、いわゆる港の年の高校生、これ変えるのに4年間かかるんですよ。なかなかやっぱり上の方の親父がうんと言わない。そうですね。まあ君たちが選んだっていうか、君たちから出た色ですから上手に着こなして。そうですね。生徒さんたちがこういうキャメルを選んだ。そうです。生徒の検討委員会っていうのを作りました。その企画を僕は守り通したっていう。職員会議で投票して、わずかの、男の子でも女の子でもね、似合いますしね。これはでも、図らずも学校の雰囲気ってガラッと変わると思います。この色は珍しいし、よく踏み切りました。先生偉いって踏みたかったと思います。はい、でだから、ま、この恵まれた環境っていうのをあとあと絶対ね、あの時は恵まれてたなって思うと思いますけど。制服に誇りを感じることから学校生活はスタートをする。